こんにちは、監督の杉山です。アルビレックス新潟シンガポール、こういうサッカーをやろうっていうのは、サッカーってただがむしゃらにやっても力いっぱいやってもなかなかうまくいかないものだと思うので、チームとして何を頑張るのか、どこを一生懸命やるのかってことをできるだけ明確にして、一生懸命頑張るところをはっきりしたいと。ただがむしゃらに一生懸命走ったり、力いっぱいやるってことではなくて、そういうところを明確にしていきたいなと、監督としては考えてます。で、実際こうやって海外に来てみると、いろんな生活があって、サッカーにもいろんなサッカーがあって、すごくそれを知るっていうことだけでも学ぶところって多いのかなと今感じてます。アルビレックス新潟から来ましたブルノ・カスタネイラです。シンガポールはとても暑いですけど、慣れたら結構生活しやすいです。英語は結構苦手なんですけど、頑張って生活しています。